構ブラウンを使うことが私多かったんですけど、浴衣の時とかはより目がはっきりした方が可愛いと思うので、今回は黒を使っています。皆さんこんにちは、青木美沙子です。今回は浴衣に合うガーリーヘアメイクをご紹介したいと思います。この夏にぴったりの浴衣のヘアメイクなので、ぜひ参考にしてみてください。私は普段ロリータのモデルをしてるんですけれども、いっぱいお家にロリータグッズがあるんですけど、浴衣に合うロリータの小物もいっぱいあるので、そちらもコーディネートに付け加えてみたので、ぜひ参考にしていただけたら嬉しいです。それではどうぞ。今日使っているカラコンはエバーカラーワンデーのブラウンを使っています。私はちょっと目が悪いのでドアリを使ってるんですけど、かなり装着感が良くて、撮影の時必ずこれを使ってます。結構ずれないし、すごい自然な感じなのと、あと 14.5 っていう大きいサイズなので、かなりデカめ効果もあってドーリーアイになれるので、とてもおすすめです。今回使ったコンシーラーはジルスチュアートさんのもので、ラメとかは入ってるものではないんですけど、かなり明るめのカラーになっていて、顔全体をワントーン明るく見せたかったのでこれを使ってます。結構夏だと小鼻とかフェイスラインとかが結構汗とかかいてよれやすくなったりとかするので、そういうところにもコンシーラーを使っていた方がよれにくいので、そういうところを中心に使っています。マキアージュのファンデーションは一番明るめのカラーを使っていて、かなり明るい感じになるんですけど、汗をかいても吸収してくれるようなよれにくいタイプのものになっているので、まあ、年中使えるんですけど、夏は特に小鼻とかフェイスラインとかを中心にいっぱい塗りたくるっていうか塗っています。こちらはマジョルカマジョルカさんのものなんですけど、お粉みたいな形であまり色は変わらないんですけど、透明っぽい陶器肌を作るのに一番最後にこれは使っています。必ずバッグの中にも入れていて、特に夏は汗とかかくので化粧崩れしやすいと思うんですけど、そういう時にちょっとパパッとお粉で直した方がより可愛く直しやすいので、こちらを使っています。アイシャドウはキャンメイクのパーフェクトスタイリストアイズ10番を使っていて、今日の浴衣がピンクっぽい色合いでちょっとパステルがかった感じなので、今回もピンクを使っています。二重のところ全体にピンクのアイシャドウを使っていて、目の下のところにはキラキラをつけています。際のところにはブラウンをつけて、目が立体的になるように、あと垂れ目っぽくなるような形でブラウンを使って、こちらでアイメイクをしています。ジルスチュアートの黒のライナーなんですけど、これかなり細い筆になっているので、よりこう自然な感じでつくのと、あと結構ブラウンを使うことが私多かったんですけど、黒の方がこう浴衣の時とかはより目がはっきりした方が可愛いと思うので、今回は細いペンシルの黒を使っています。垂れ目っぽくした方がドールアイになりやすいので、ちょっと 0.5 ミリぐらい外跳ねというか出して、で垂れ目っぽい感じでちょっと下跳ねみたいな形でアイライナーを引いています。こちら最近買ったものなんですけど、ジルスチュアートさんのカラーライナーで、全体的にピンクにしたいんですけど、ライナーはちょっと濃いめのピンクでアクセントになるように、夏っぽい印象になるようにこちらのアイライナーを使っています。カラーライナーって結構いろんな色が出てて最近流行っているんですけど、これだけ明るめのはっきりとしたピンクってジルさんしか出てなかったので、私はこれを選びました。かなり発色もよくって、全体につけても可愛いんですけど、ちょっとラインとして目尻のところにつけるだけでもすごく可愛く夏っぽい印象になるのでおすすめです。今回は浴衣メイクなので、ちょっとはっきりとした色をのせたかったので、アイラインの上から同じような感じでピンクのアイラインを引いています。最近結構ドールが好きなんですけど、プーリップさんとかスーパードルフィーさんとかドールをよく見ることが多くて、ロリータさんとセットで持ったりとかすることも多いんですけど、そのドールを見ていると
目頭と目尻のところにちょっとピンクがかったシャドウを入れているのがドールメイクの特徴っていうことを最近判明して、でちょっと今回もドールメイクということで目頭と目尻のところにこのマジョリカマジョルカさんのシャドウのピンク、ちょっと濃いめなんですけどそれを入れてよりドール感を出してみました。つけまつげは私すごくお気に入りのがあって、ダイヤモンドラッシュのヒロインというのを使っていて、これは黒い毛束のつけまつげなんですけど、すごく自然なのとつけ心地もよくって、で5個入ってて1200円で割と値段もお買い得なところがすごいお気に入りで毎回使っています。撮影の時とかロリータの時もカジュアルロリータの時もこういう浴衣の時も何にでも合わせやすいのがこのヒロインアイズになるので、こちらはおすすめ万能アイテムのつけまつげです。アイメイクを濃すぎるのはちょっとギャルっぽくなりすぎちゃうので、上はつけまつげを使ってるんですけど下はマスカラで自然な感じにするのが好きなので、下まつげはこのジルスチュアートさんのマスカラを使っています。でこれはすごいロングになるタイプのマスカラなので、一度塗りしただけでかなりドーリーアイになれるのと、あと結構黒が漆黒の黒になっているので濃い感じの毛束感も出るのでバサッとしたまつげになれるのでとてもおすすめです。こちらのジルスチュアートのチークはピンクとか青みピンクとかオレンジっぽい色とか薄めのピンクとかがミックスされているもので、これをまんべんなくつけて、で結構濃いめにつけるとすごく可愛らしい印象になるのと、今日着ているお洋服がいろんなパステルカラーが入っているのでより立体感を出すためにもいろんなピンクとかオレンジを混ぜたチークを使った方が可愛い感じになるのでこちらを使いました。でつける場所なんですけど、ちょっと目の下で黒目の下ら辺に高めにつけるとすごく肌も引き締まった感じになったり小顔効果があったりとかするので、黒目の下ら辺に濃くつけるとすごく可愛いです。もっと可愛らしい感じにしたい場合はちょっとこう外羽というか目尻の方にまでつけていくのも可愛いのでおすすめです。こちらキャンメイクのチークなんですけど、これ550円ですごく安くてコンパクトなので持ち運びも便利なので私いつもバッグの中に入れているんですけど、これはすごくオレンジとピンクと赤がミックスされたような色で発色も良くてとてもおすすめです。でかなり発色がいいチークになるので黒目の下のところ一番濃く色味を出したいところにこれを使っています。そうするとより濃い感じでドールっぽいふわっとした雰囲気のチークになります。こちらイヴ・サンローランさんのリップなんですけど、ティントになっているのでかなり落ちにくくって、何か飲んだり食べたりしてもまだピンクが残っているので、これをまず一番下につけて下地というか落ちない口紅にして、でピンクっぽい色味を出すとより可愛いのでこのイヴ・サンローランを一番最初につけています。ラデュレのグロッシールージュの01番結構濃いめの赤をイヴ・サンローランのリップの上から塗ってます。でこれは強調させるためにちょっとリップラインを中心に濃いめの赤をつけています。そうするとリップラインが立体的に見えるのでぷっくりとした唇になります。最後に塗ったのがこちらのジルスチュアートのリップなんですけど、これは発色というよりもプルッとした感じを出したいので最後の仕上げにつけることが多いです。なのでこちらもバッグの中に必ず入れていて、パッケージもすごく可愛いんですけどコンパクトなのでバッグの中に入れてもかなり収納しやすいのでおすすめです。これもちょっとオーバーリップ気味に塗るとすごくプルッとした感じのドールっぽい唇になれるので、口紅を2つつけた後に最後に締めでこれをつけるのかなりおすすめです。私が今回浴衣メイクでポイントにしてるのはやっぱり目のところを重点的にしたいなと思ったので、今回はうるっとした目が可愛いなと思ったのでこのキワ製作所で買ったやつなんですけどラインストーンをつけてます。こちらは20個入ってだいたい170円ぐらい、かなりお安いものなので私は家にいろんな色を持っていて、今回は結構
黄色がかった感じの色味にしているんですけど、ピンクとかあとミントとかブルーとかいろんなラインストーンがあるので、お洋服に合わせてラインストーンをつけていただいても可愛いと思います。糊なんですけど肌に合うものを使った方がいいと思うので、つけまつげ糊をラインストーンにつけてパッと貼ると一日中取れなかったので、つけまつげ糊を糊代わりに使うのはかなりおすすめです。で、今回私はこの黒目の下ら辺にポッとつけたんですけど、もう少し下につけても可愛いですし、目頭の方につけても可愛いですし、目尻のところにつけても可愛いので、目のこういろんなところに自分の雰囲気に合わせてラインストーンをつけるのもすごく可愛いと思うので、とてもおすすめです。あと夏っぽくこう動くたびにキラキラするのもすごく可愛いのでおすすめです。今回は浴衣に合うガーリーなヘアアレンジをご紹介します。最初にやったのがこのミニハットを使ったヘアアレンジなんですけど、まずツインテールにするんですけど、高めですね、耳から10センチ上ぐらいのところにツインテールにします。で、ツインテールにしたら両方三つ編みをします。で、三つ編みはなるべくこう固めにきつめに編んだ方がほぐれにくくておすすめなので、なるべくきつめに編んでゴムで留めていきます。で、一回点だけくるっとさせてゴムを隠す感じにしてピンで留めます。そうするとここにちょっとしたお団子ができる感じになると思います。私はちょっと髪の毛が長すぎるのとゴムを隠したいためにちょっと一回くるっとさせたんですけど、自分の長さによってくるっとさせなくても可愛いと思う長さであればしなくても大丈夫かと思います。もしゴムを隠したい場合はここのところにリボンをつけても可愛いと思うので、それもおすすめです。で、くるっとやってピンで留めたら下のゴムのところが見えてしまうので、そこにもリボンをつけてます。で、最後に帽子をかぶれば完成です。かなり簡単で、私は下の方をちょっと巻いてたんですけど、巻かなくてもかなり可愛いアレンジになると思うので、セーラームーンみたいな感じになれると思うのでとてもおすすめですし、あと汗とかかいても三つ編みだとかなりよれにくいので、そういった意味でもお祭りの時とかにもおすすめです。2つ目はやっぱり浴衣はこの辺が空いてた方が可愛いと思うので、アップスタイルをアレンジしてみたものなんですけど、まず3ブロックに分けるんですけど、編み込みを全体にしてくるっと丸めてピンで留めます。で、両サイドは2つに分けてこうくる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 していって、それを通して通すみたいな感じでアップスタイルにしています。で、後ろから見るとかなりこう凝った感じになると思うんですけど、それだけ3ブロックに分けたり編み込みをしたりしているので、どんなに激しく動いても割とよれにくいっていうところがおすすめポイントになります。あと、ちょっと凝って見えるっていうのも、後ろ姿可愛いっていうのも浴衣の中ではかなりポイントになるので、浴衣の帯って後ろリボンになっているので、後ろ姿とかうなじのところとかが可愛かったり綺麗だったりすると結構魅力的な感じになるので、そういったアップスタイルにしています。今回後ろ姿も可愛くしたかったので頭にリボンをつけたんですけど、最後の仕上げでこういうお花、こういうのがアクセサリーショップで売ってるんですけど、これを全体的に刺してよりゴージャスな感じにして、後ろ姿も美人になるようなヘアスタイルにしています。もしこれがない場合は100円ショップとかでこういうお花売ってるので、100円ショップで花を買って U ピンを買って自分でカスタマイズして作ることもできますし、真珠っぽいアクセサリーもあるので真珠をつけても可愛いですし、リボンをここにつけても可愛いので、いろんなアレンジができるのでとてもおすすめです。で、後ろはランダムにつけた方が可愛いので、鏡を見ながら自分で挑戦してみてください。今の髪型は3ブロックに分けて全部を3つ編みにして、これも結構固めにきつめに三つ編みをします。で、三つに分けた全部三つ編みしてるんですけど、それをまた三つ編みにしてちょっとラプンツェルっぽい感じにしています。浴衣だとアップスタイルとかが可愛いのはもちろんなんですけど、ずっとアップスタイルにしてると頭痛したりとか割と頭痛くなっちゃったりすることもあったりするので、そういう時はこういうちょっと
おろし目のヘアアレンジもかなり緩くなるのでおすすめです。で、三つ編みで全部結んだ後にちょっとだけ出して緩くするとよりカーリーな感じになるので、少し鏡を見ながら自分でバランスを見て三つ編みをほどいていく感じも可愛いと思います。で、今回はロリータでよく使っているリボンカチューシャを頭につけて、で、こちらゴムのところを隠したいのでこのリボンをつけて完成させてます。今回3つアレンジをご紹介したんですけど、これがかなり一番簡単なアレンジになるのでおすすめですし、やりやすいですし、頭も痛くならないのでとてもおすすめです。今回浴衣に合うガーリーヘアメイクいかがだったでしょうか。私は今回ヘアメイクでポイントにしているのはピンクのアイライナーと、あとラインストーンをつけたところが特にポイントになっています。夏なのでやっぱり弾けた方が可愛いと思うので、ちょっとラインストーンとかラメとかつけにくいなとかって思う方もいると思うんですけど、ぜひいっぱいつけて夏を盛り上げていっていただけたらと思います。あと今回私が着た浴衣がマカロン柄なんですけど、キューポットさんの浴衣で、すごくパステルカラーで可愛くて毎年着させていただいてるんですけど、浴衣だけではなくって今回ロリータで使うようなこういう小物もいっぱい使っていて、これはお袖止め、よくロリータさんで使う、あとこういうリボンなんですけど、これを帯のところにつけたりとか、あと缶バッジをつけたりとか、いろいろアイテムを追加させることによってより可愛い感じの浴衣アレンジになると思うので、ぜひ参考にしてみてください。あと今回キューポットの浴衣を着させていただいたので、キューポットの夏らしいジェラートのアクセサリーをつけています。こんな感じで夏っぽいアイテムをつけてみるのもおすすめです。それでは他にも私の動画いっぱいあるので、ぜひ参考にしてみてください。それではバイバーイ。